エヴァネッセンスはアメリカ合衆国アーカンソー州リトルロック出身のロックバンド。エイミー・リーとベン・ムーディを中心に結成された。2003年、インディーズレーベルのワインド・アップレコーズよりレコードデビュー。ファーストアルバム、ホールンは全世界で1500万枚を売り上げ、グラミー賞2部門を獲得して一躍スターとなった。その後、 設立者の一人であるムーディが脱退するなど、メンバーチェンジを繰り返しながら活動中。エイミー・リー2003年バンドのロゴベン・ムーディ2003年、エヴァネッセンスは、エイミー・リーとベン・ムーディが、中学時代に出会ったことに始まる。リーが、ユースキャンプ中のレクリエーションで、ミートローフの、愛にすべてを捧ぐおピアノで弾き語りしているのに惹かれ、ムーディが一緒にバンドをやろうと持ちかけたのだ。 リートムーディを中心に、エヴァネッセンス EP、サウンドアスリープ EP、ウィスパー EP をビッグウィックエンターテイメントよりリリース。このうち、共作第2作目、アンダースタンディングが地元ラジオ局でチャートインするという幸運に恵まれる。しかし、この時は他にバンドメンバーもおらず、ライブなどの活動を満足に行えずにいた。続いて2000年にキーボーディストとして、 デビッド・ホチスを迎えて3人となった彼らは、オリジンを発表する。メジャーデビュー前の3作、エヴァネッセンス・ EP、サウンド・アスリープ・ EP、ウィスパー・ EP、オリジンは、リー自身がデモ集と位置づけており、正確には、アルバムとは認識されていない。しかし、これらは、初期の彼らを知る重要な作品であり、しかも再発売の予定が全くないため、海賊版の取引が横行している。 そのため、リーは、ファンサイトで、ダウンロードするなどして、入手するようにインタビューなどで繰り返し進めている。これらを購入する行為は、海賊版の販売者が利益を得るに過ぎないためである。フォールンツアーワインド、アップレコーズと契約した3人は、2002年にアルバム、フォールンのレコーディングを開始。12月29日に、ホッチェスが脱退するもアルバムを完成させ、 2003年3月4日に同作品でアメリカデビューとなった。アルバムからのリードシングル、Bring Me to Life が映画デアデビルのサントラに使用されたこともあり、大ヒットを記録。世界で1400万枚のセールスを記録した。グラミー賞では最優秀新人賞と最優秀ハードロックパフォーマンス賞を受賞。遅れて6月25日に、 アルバムが発売となった日本でも人気に火がつき、ゴールドディスク獲得、さらに日本ゴールドディスク大賞では、ニューアーティストオブザイヤーを受賞した。左、エイミー・リーミニ・テリー・バルサも2004年5月、エイミー・リーとベン・ムーディーはギタリストとして、ジョン・ル・コンプ、さらにデモの録音などにも携わったドラムスの、ロッキー・グレー、ベースのウィル・ボイドを加えた5人体制でバンドを固め、 プロモーションとツアーを始める。しかしその最中、ヨーロッパツアー中の2003年10月22日、ムーディーがバンドから出本するという事件が起こる。ギタリストで、コンポーザーでもあるムーディーを失う痛手を受けつつも、バンドはツアーを強行し、公認には、コールドのテリー・バルサモを迎えた。なおバンド脱退の理由についてムーディーは、創造性の相違などを語っていたが、後に、 双極性障害なども理由であったことを告白している。新たなラインナップとなったエヴァネッセンスはパリでのライブをエニュ w アバットホームとして2004年に発売した。ザオープンドアツアーファーストアルバムホールン発売より3年の月日を経て、セカンドアルバムザ・オープンドアが2006年9月27日に日本先行発売、欧米は2006年10月3日に発売された。 全米1位、全英2位を獲得する。アメリカでの初動売り上げは40万枚前後を記録。アルバムからの先行ファーストシングルは8月にラジオオンエアを解禁された Call Me Home ーアー・ u ソバーとなった。ファミリーバリューズツアー2006年7月14日にバンドのベーシストであるウィル・ボイドの脱退を発表した。脱退の理由として 大規模なコンサートツアーへの苦痛と家族のそばにいたいというのが理由とされる。ボーカリストのリーは彼が幸せであることを祈っているとコメントしている。2006年8月10日に元レボリューションスマイルのギタリストのティム・マッコードがベーシストとしてバンドに参加することが発表された。アルバムに伴うツアーは10月5日にカナダのトロントより始まりアメリカとヨーロッパを回る。 1>, 1月23日から日本ツアーを開始してナンバーハッチを皮切りに24日、ゼップ大阪、26日ゼップ名古屋、28日、横浜ブリッツ、30日、31日ゼップ東京と回った後、オーストラリアへ飛び2度目のアメリカツアー。休暇中の2007年5月4日5日にジョン・ル・コンプとロッキー・グレーが解雇されたことが明らかになった。 公認として、現、ダークニューデーのウィルハントとトロイマクロホーンツアー、終了までのメンバーとして、ツアーを再開、コーンラと共に、ファミリー・バリューズツアー2007を行った。エヴァネッセンスツアーブラジル公演カナダ公演2009年に、3人はライブ活動を開始し、2010年に入ると、サードアルバムリリースに向けてのレコーディングを開始した。レコーディングには、 2007年のツアーメンバーでもあったドラムスのウィルハントが参加している。レコーディング開始当時のプロデューサーはスティーブ・リリー・ホワイトだったが、後にフーファイターズやアリス・イン・チェインズなどを手掛けたニック・ラスカリニクスに切り替えられた。2010年の夏、秋リリースに向けてレコーディングを進めていたが、エイミーが創作意欲に勤しむため一時スタジオを離れ休暇を取ることを決断。 その後、結局アルバムリリースは2011年まで延期することが決定した。2011年4月にニックと再びレコーディングを開始することが発表され、また、同年6月にはウィルハントと共に2007年のツアーメンバーだったトロイ・マクロー・ホーンがギタリストとして正式に加わることも発表された。このアルバムに収録されているネバーゴーバックは 東日本大震災を受けて作られた曲である。セルフタイトルのサードアルバム、エヴァネスセンスは2011年10月に発売された。全米ビルボードアルバムチャート1位を獲得。2012年2月、約5年ぶりの来日ツアーを行う。8日、パシフィコ、横浜国立大ホール、9日、ゼップ東京、10日ゼップ名古屋、13日ゼップ大阪でオープニングアクトは、 東京、名古屋が、ダズルビジョン、横浜、大阪が、ベイマネーツーマイペイン。2013年10月のレコード会社ミューリソードから2014年7月、エイミーの出産にかけ、エヴァネッセンスとしての活動休止を経て、2015年11月に、米国ツアー及び日本公演開催予定。13日マラソンミュージックワークス、15日サウス、サイドボールルーム。 17日、ザ・ウィル・ターン。21日、オスフェスト・ジャパン。2015年8月7日、バンドの公式フェイスブックにて、テリー・バルサモの脱退を発表。公認に、ドイツのホークメタルバンドエクリブリウムのベーシスト、ジェン・マジューラが、ギタリストとして加入した。アナログ版の6枚組のボックスセット。今までの3枚のスタジオアルバムとデモアルバム、オリジン。 B 面曲と未発表曲を集めたロストウィスパーズをセットにしたもの。ロストウィスパーズはデジタルで購入可能。ありがとうございます。